矢野康典とラジオとなんですけど、どうも皆さんこんにちは、矢野康典でございます。矢野康典とラジオとなんですけど、第84回目やってまいりましょう。皆さん、夏休みの予定は立っておりますか？ね、今年はね、国としても行動制限をあまりかけないで、ね、夏休みシーズンに突入という形になりました。皆さんも、もうそろそろね、まあ、感染対策はしっかりバッチリ徹底しながら、お出かけしたいなというふうに思って計画を立てている方、ね、大勢いらっしゃるんじゃないかなというふうに思います。ね、海外旅行とかもね、渡航制限っていうのも少しずつなくなってきて、海外旅行に行かれる方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。まずはですね、皆様、先ほども言った通り、感染対策の徹底、そこら辺はね、手を緩めず、努めていただければなというふうに思います。もしね、罹患されてしまった場合はですね、お大事にしてくださいという感じです。まあ、例えばね、海外旅行に行ったとしても、そこら辺ね、海外の郷に入ったら郷に従いで従っても構わないと思いますし、あとはね、全てのその感染対策っていうのは何のためにやってんのっていうと、まあ、ひとえには自分の身を守るためにやってますから、はい。そこの基準でね、決めていただければいいんじゃないかなと思います。で、もう一つはね、他の方に移らない、その感染が蔓延しないようにするために行うというものなので、本人の、良識の範囲で、はい、努めてくれると、皆さんも安心してね、夏休み楽しい計画ができるんじゃないかなと思いますよ。私からもね、こんなね、しがないシンガーソングライターですけれども、お願いをさせていただこうかなと思います。皆さんはお気をつけよう。さあ、そんな私は夏休みの予定立ててるのかっていうとね、立ててます。はい。iPhone のですね、メモの方にこの夏のね、お休みの時とかにやりたいことをね、リストアップしたんですよ。そしたらね、なんと恐ろしいことに、やりたいこと10個ぐらいあるんですが、そのうち半分がなんか食べに行くでした。いやー、恐ろしいです。夏バテっていうのを感じていないんでしょうか。食欲が止まらないわけです。早速この間ね、行ってみたいなと思ったハンバーガー屋さんに行ってまいりました。美味しかったです。久しぶりでしたね。ハンバーガーがさ、この自重でこの支えられないから、ナイフというか針みたいなのがこうぶっ刺さってる系のね、やつを食べたの。いや、やっぱさ、ファーストフードのさ、ハンバーガーは、それはそれで私好きだし、美味しいだと思うんだけど、ファーストフードとはまた別の、グルメハンバーガーとでも言えばいいんですか？あれを食べるのもやっぱ一つ一つ美味しいですよね。すごく感じました。はい。他にもですね、ラーメン、フォー、あとは、スパゲッティ、チャーハン、いろいろあるよ。はい。ここら辺もうちょっとあるんだけど、ちょっとスッと忘れちゃったけどさ、食べ物を食べに行きたいねっていうのはすごく出てきております。はい。皆様くれぐれも夏バテには気をつけて、食欲ねつけて食べていきましょう。しかしね、くれぐれも太らないようにだけはねしていきたいなと思います。そんな食い倒れ系シンガーソングライターの矢野康則がお送りします、矢野康則とラジオとなんですけど、今回のお品書きです。今回は動画の新着とですね、巷の話題に一言言いたいの2本立てでお送りしていこうかなと思います。それではまずは動画の新着からどうぞ。矢野康典の弾き語り部屋新着情報。動画の新着やってまいりましょう。今回は7月の24日と25日に連続して投稿した楽曲の紹介です。この日に歌いましたのはオフィシャルヒゲダンディズムさんのミックスナッツでございます。こちらは2022年今年の4月15日に配信されたオフィシャルヒゲダンディズムさんの楽曲となっております。で、今回は、今年立ち上げております自主企画最新曲を歌ってみたの7月号としてお届けしました。今回はね、まあいろいろ吸ったもんだもあり、ワンコーラスのみでね歌うということになりました。言い訳ではないけど、もともとはワンコーラスでやる予定なのでっていう企画なのでね、それがなんかね、変にプライドがあるんでしょうね、私もね。曲がりなりにも俺もね、歌ってんだよって思ってたんでしょうね。フルコーラスをやる癖がちょっとついてきちゃったので、いや、そうじゃないぞと。少し自由度は持たせとかないと、自分で自分の首を絞めてしまうのも嫌だったので、まあ、ワンコーラスでやってみようということで、今回は歌ってみました。
でね、あの実際のその歌ってみたの動画の中ではね、結構感想言ってるんですけど、これ言っちゃうとラジオで話せないなと思って、ほぼほぼカットしたんですよね。動画内で話したものをなんとなく思い出しながら、はい、歌ってからですね、これちょっとだいぶ時間が経ってるので、どれだけ思い出せるか分かりませんが、思い出しながら感想を言っていこうかなと思います。ヒゲダンの楽曲のやっぱすごいところって、引き出しの広さかなっていうのを思うんですよね。それこそプリテンダーとか、115万キロのフィルムだったっけとかみたいに、王道のポップスソングを歌うこともあれば、私が以前投稿したファイアーグラウンドとかクライベイビーみたいに、ちょっとヘビーロック調のサウンドも取り入れていたりとか、本当に引き出しが多いバンドなんだなっていうのは思うんですよ。で、それを他のバンドの人とかだと、その自分の軸に対していろんなジャンルからいいところを持ってきて自分色に昇華するっていうのをやってるイメージなんだけど、ヒゲダンって自分の主観ですよ。その別ジャンルに自分のバンドをそのまま持ち込んでいくイメージなんですよね。だから、あ、今度のミックスナッツはこういう曲調でやるんだ、でもやってるのヒゲダンじゃんっていう風に思わせてくるのが、なんかヒゲダンの凄みなのかなと思うんですよね。どのジャンルでやってもヒゲダンになっちゃうっていうところが、私はすごく彼ららしいなっていうのを感じたんですよね。それとこのヒゲダンってさ、タイアップがやっぱり多いバンドのイメージなんですよ。特にアニメ作品のタイアップが多いイメージがあって、さっき言ったファイアーグラウンドっていうのは深夜でやってたと思うんだけど、日の丸相撲っていうジャンプで連載されてる相撲の漫画の主題歌だったのよ。で、今回のミックスナッツはスパイファミリーっていうアニメの主題歌だし、さっき名前が挙がったクライベイビーは東京リベンジャーズだったり、アニメのタイアップのイメージがすごく強いバンドなんですよ。で、今挙げた曲に全て共通するのが、ちゃんと動画内でも言ってるけど、そのクライアントさんのイメージとか、こういう風なものを歌ってほしいのかなっていう相手側の気持ちを汲み取って、それを作品にしてしまうっていうところの、聞こえが悪いかもしれないけど、ミュージシャンとしてビジネスをやるっていうところの、その仕事のこなし方っていうのがすごいなって感じるんですよね。それだけさっきの話いいなと思ったところにも関連するんだけど、いろんな引き出しがあるからこそアプローチがちゃんとできるんだよね。それでちゃんとバンドのメンバーがちゃんとそのクライアント作品に対してちゃんと読み込んでるからこそできるっていう、確実にいいものを作ってくれる、こなしてくれるバンドなんだよねっていうところに、音楽性っていうところも当然あるんだけど、いわゆる信頼を受ける人なのかっていうところにもちゃんとこう、そこが働いてくるような気がして、一言で言うといい人なんだろうなって感じるんですよね。なんか自分の楽曲にそのアニメがついてこいよみたいな感じではなく、ちゃんとアニメとその主題歌っていうものが、なんか上下の関係とかではなく、横一列の関係になって、一緒になってこの作品っていうものを盛り上げていきましょうねっていう風に感じるんですよね。楽曲からしてこの人たちの良さ、人の良さっていうものを感じ取れるなっていうのが、ヒゲダンの印象です。まだ見てないよという方はですね、本編動画と、まあ、歌唱の動画も合わせて、はい、ご覧になってみてはいかがでしょうか。よろしくお願いします。今回紹介しましたのは、最新曲を歌ってみた7月号で歌ったオフィシャルヒゲダンディズムさんのミックスナッツでございました。巷の話題に一言言いたい、巷の話題に一言言いたい、やっていきましょう。こちらはですね、私が気になる話題を一つ取り上げて、まあ、淡々とコンコンとお話ししていくというコーナーでございます。今回取り上げるのはこちらです。矢野康則が選ぶ2022年上半期最も聴いた曲3選でございます。2022年も7月8月ですよ、なりまして、下半期にもがっぷりと突入しております。でですね、今年の1月から6月までの上半期の間で、私が特に聴き込んでいた楽曲を3つに絞って紹介しようかなというふうに思います。早速いきましょう。まず1曲目です。1曲目は
リゾさんのアバウトダンタイムでございます。こちらはアメリカで活躍されている歌手リゾさんの曲なんですよ。まあね、タイトルさっき言ったから当たり前でしょって言うかもしれないけど、これがね、私バカハマりしちゃいまして、すごく聴いてたなーっていうのは今も聴いてるぐらい、はい、かなり気に入ってる楽曲です。で、この楽曲を知ったきっかけっていうのが TikTok なんですよね。まあおすすめ欄でいろいろ流れてくる中で、このリゾさんのアバウトダンタイムのサビの映像が紹介されてたの。しかもワーナーの公式かなで出てて、すごく曲調としてはディスコ調のサウンドで、私もともとディスコサウンドすごく好きなんですよ。なんかね、子供の頃から好きで、アース&ウィンドファイヤーとか、あとビージーズの曲はなんか子供ながらにいいなと思ってたんです。周りにいいねって言ってる人が全然いなくても、自分だけいいなと思ってたぐらい好きだったんですよ。あの昔ね、タモリさんの司会を務めてた番組で、ネタでナイトフィーバーっていうタイトルだったと思うんだけど、番組があって、それのその番組のテーマソングがビージーズだったんですよね。あれ聞いて、あ、すごくかっこいいなっていうのを思ってたんです。だからそこから四つ打ちとかワウサウンドとかがすごく好きで、でそのテイストを多量に含んでるのがこのアバウトダウンタイムなわけよ。で、聞いて一発でハマっていいなと思って、いつか聞き返せるようにと思って保存しといたの。その後後日またおすすめ欄をこうやって見てたら、今度はそのサビの後の2コーラス目の A メロがね、今度ワーナーのまた公式から出てたので、あ、いいなと思って、で保存しといたんですよ。でまた後日保存してる中で、あ、これはじゃあ YouTube でちょっと聞き直してみようかっていうのをやったりするときに、まあ、まず後に保存した A メロのやつが出てきて、その次がもうサビの動画が連続で保存されてたんですよね。あ、そう、この曲いいよね、じゃあ後で聞いてみよう、アバウトダンタイムね、 OK。 次パッて言ったら、あ、一緒じゃんこれ、あーやべえ、ってことはこれ2度いいねを押してる、保存してるから、俺これ相当好きだなと思って、もう他の整理整頓取りやめて、そこで聞きに行って、そこからずっと聞いてるっていう方ですね。このアバウトダンタイムが収録されてるアルバムスペシャルっていうものが、今月の末、8月31日に日本でリリースになる予定です。で、このアバウトダンタイムはですね、なんと、7月の25日の時点のビルボードソングチャートホット100で首位に輝いているんですね。チャートイン14週目で1位に到達したと。だからナンバーワンヒットの曲になったわけですよ。このアバウトランタイムが、2曲目となるナンバーワンシングルになったそうです。結構体がね、ふくよかな方なんですよ、このリゾさん。でもその自分が自分らしくいれればいいんだから、体型とかそういうものに変にこだわらないで、とありのままでいきましょうよっていうメッセージを強く訴えている方なんですよね。そういうところで音楽以外でもそういう社会的な活動っていうものも同時に発信している方なんです。今後のね、リゾさんがどういう風な楽曲サウンドを繰り出してくるのかっていうところは、これから見ていきたいなという風に思います。まずは1曲目はリゾさんの About Done Time でございました。それでは2曲目紹介します。2曲目は水曜日のカンパネラの織姫でございます。こちらは桃太郎っていう曲がスマッシュヒットを飛ばしてね、水曜日のカンパネラが公開している楽曲です。で、どうやら、CD とかでは出てないみたいで、配信とかもされているのかなっていう感じですね。まあ、なんでそんなこと言ってるかというと、さっきのリゾさんも合わせてなんですが、私は基本的に最近の音楽はもうサブスクでしか聴いてないんですよ。 YouTube プレミアムに入った時に特典でついてくる YouTube ミュージック、あれで聴くようになるのがほぼほぼそれがメインになってて、 CD とか買ったりとか借りたりみたいなことをほとんどやってないんですよね。織姫っていう曲の前に久々に聴いたきっかけになったのがエジソンっていう曲です。これは TikTok でもかなり今ね、あの話題になっている楽曲で、振り付けがつけられたりとか、あとは BGM に使われたりとかしてる、かなり人気の高い曲になってます。そのエジソンを聞いた時に、あ、水曜日のカンパネラ、ボーカルが変わったんだなっていうのをまず知ったんですよ。今現在はですね、2代目のボーカルの歌葉さんという方がボーカルを務めているグループになっています。エジソンを聞いた時に、水管のすごいなと思ったところが、ちゃんとそのボーカルの人のストロングポイントをちゃんと見極めて、その上で楽曲が作られてってるっていうのがすごくわかるんですよ。歌葉さんの、歌ってる楽曲は歌ベースな感じがします。
なんかね、詩羽さんのボーカルのテイストは個人的には YOASOBI のいくらさんにすごく近いなという感じがしました。今回紹介するその織姫っていう楽曲がなんかね、テイストがすごく YOASOBI のサウンドにも似てるなっていう感じがしてて、その今の流行っている楽曲っていうものもリサーチしつつ、でも水曜日のカンパネラっぽいこのごちゃっとしたサウンドっていうものがボーカルが変わっても残ってるっていう部分が私はすごくいいなというふうに感じました。なんか一貫性を感じてね、私は好きだなというふうに思いました。ミュージックビデオが最高なんですよ。で、私もいいなと思ったのが、2コーラス目の部分の、旗折りしすぎて手いてえしっていう歌詞があるんだけど、その時の詩羽さんの表情、これも秀逸なんで、もうぜひ確認してみてください。2曲目に紹介しましたのは水曜日のカンパネラの織姫でございました。それでは3曲目です。3曲目は TWICE のフィールスペシャルでございます。こちらフィールスペシャルはですね、2019年9月にリリースされました TWICE 8枚目のミニアルバムの中の収録曲となっております。TWICE だけでちょっと調べてみると、なんかね、ミニアルバムでリリースしてるのがすごく多いんですよね。逆にシングルカットされてるのがほとんどなくて、ミニアルバムの中に表題曲があって、それが基本的にはテレビに出るときにこうよく歌われる楽曲みたいな感じになってるんですよね。これがもしかしたらこの K-POP のこの販売形態のね、やり方なのかもしれませんね。フィールスペシャルを聴くようになったきっかけっていうのが、昨年かなにリリースされた The Feels っていう TWICE の曲がありまして、で、あれが私すごく好きなんですよ、もともと。で、これも1曲目の、ね、リゾさんのアバートランタインにもつながるんですけど、 The Feels もディスコ調なんですよね。で、ディスコサウンドが好きなので、あ、いいなと思ってよくあれを聞いてたんですよ。で、それを聞くようになったら YouTube Music でもちゃんとおすすめで TWICE の曲が出るようになって、ザ・フィールズをとりあえず聞いたら次のおすすめでどん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 、こんなんどうでっしゃろって言って出てくる中で、他の楽曲、 TWICE の楽曲とか K-POP の女性のガールズグループの曲とかがこう並ぶようになってくるわけだよ。で、その中の一曲にフィールスペシャルっていうのがこうあったんです。最初に聞いた時にいいなと思ったのよ。で、何がいいんだろうと思って聞き込んでって分かったのが、こちらの楽曲のコード進行、まあ多少の違いはあるとは思うんですけども、これね、ジャスタ・トゥ・オブ・アス進行なんですよね。なので好きなんですよ。だから R&B のもう大本流のコード進行がそのまま採用されているっていうような楽曲だというふうに私は感じています。だから好きになって当然なんですよ、黄金コード進行ですから。で、それでいて、楽曲自体にももうそのエネルギーが伝わってるんですけど、ミュージックビデオを見るとこのフィールスペシャルっていう楽曲が TWICE っていうグループの中でかなり特別な楽曲になっているなっていうのを感じたんです。でね、いろいろ調べてみると、確かにこの、フィールスペシャルはかなり TWICE の中でも重要な楽曲みたいなんですよ。このフィールスペシャルが発売される前までの、楽曲っていうのはどちらかっていうと可愛いっていう感じの楽曲が多かったんです。だからこのフィールスペシャルを境に TWICE のテイストがガラッと変わっていきます。この後に発売されてる More and More とか、ここら辺も最高にかっこいいんですよ。で、その後に出てくる10枚目のミニアルバムの Taste of Love の表題曲はアルコールフリーですから、お酒の曲になりますからね。ここら辺の感じもね、最高でしょ。もうね、一気にこの転換点になってる楽曲なんで、それがちゃんと伝わるんです。これなんでこのフィールスペシャルっていうのがそのミュージックビデオもそうだし、歌そのものもそうだし、ディスコグラフィーから見ても特別なのかっていうところはね、これね、この CD が発売されるまでに起こったトラブルとか、あとはメンバーそれぞれの事情みたいなものが強く絡んでいるんじゃないかなっていう風に見て取れるんですね。TWICE っていうグループはオーディション番組で結成されたグループでして、韓国、日本、台湾の3カ国の女性でメンバーが構成されています。その中で台湾からやってきたツイっていう方がですね、2015年に韓国の、テレビ局で、やられたインターネットの配信番組にですね、 TWICE のいわゆる海外メンバー4人が出演したそうなんです。で、その時にこのツイは、自分の出身地である台湾の国旗を持つという演出がされたんです。これが発端でですね、なんと中国国内で
ツイへのバッシングっていうのが起きてしまうんです。 TWICE は2016年、だからこのインターネットの配信が放送された翌年に中国の音楽番組への出演が決まっていたんですけれども、この出来事からですね、ツイの出演がなくなるっていう事態が発生します。でその後謝罪文が出たりとか、いろいろ吸ったもんだが実はあるんですね。この出来事当時ツイは16歳でした。だからまだまだ若いんですよ。でそんな子がなんと国の問題、政治の問題に絡まってしまったっていう出来事がね、実は過去にあったそうなんです。であとは、日本人のメンバーでサナっていう方がいるんですけど、このサナはですね、インスタグラムに年号が変わるっていうことに対する投稿したそうなんです。そしたら一部からこの日本の歴史認識っていう、どうなってんすかみたいな、オタクっていう風に言われたのもあるそうなんです。ちょうどこのフィールスペシャルが発売された時っていうのが2019年なんですけど、2019年っていうと、そうなんですよ、元号が変わった年なんですよ。平成から令和に変わった年なんですね。このように、ね、この楽曲が発売されるまでの間にですね、この過去の先人たちが残してきた課題や問題っていうものが彼女たちの活動や行動っていうものにこう影響を及ぼしてしまうっていうね、もうふざけんなよって言いたくなるようなことがねあったんですよ。あとは、同じく日本人のメンバーで、ミナっていう方がいるんですけど、このミナは2019年の時に、体調不良で活動休止をしていたそうなんです。メンバーも欠けるで、良かれと思ってやったことや他の他人の大人からやってくださいって頼まれたことなのにもかかわらず、一部からのやっかみのせいでいろんなところから叩かれてもいるっていう状況だったらしいんですよね。でそんな中で発売されたのがこの楽曲なんですよ。この楽曲の歌詞を見ると、もう今まさに彼女たちが置かれてる現状、そしてこの彼女たちを応援しているファンに向けてる楽曲だっていうのがわかるんですよね。サビがね、もうとにかく最高にかっこいいし、歌詞もいいんですけど、この A メロの部分とかもね、今まで応援したくなるこう可愛い感じの楽曲が多かった TWICE がいきなり A メロで、こんな日がある、急に孤独を感じる、そんな日どこに行っても自分の居場所がないような気がして、それでも必死にどうにかしようとする日っていう歌い出しから始まってくるんですよ。くらっと思いますよね。でもこの今までのこの彼女たちの状況を考えると、なんかわかるんですよ。あ、この子たち自身のことを歌ってるんだっていうのがわかるので、サビになってくると、あなたがいるから私は大丈夫っていうふうに言うわけで、これはさ、その TWICE 側がファンに向かってあなたがいるから私は大丈夫よっていうふうに言ってるのと同時に、逆も言えるんだよね。ファンからしても、あなたたち TWICE のみんながいるから私はどんなに TWICE がやられても大丈夫、応援するよっていうふうにも取れるわけよ。だからこれ両方にもこう意味が取れる、本当にファンにとってもメンバーにとっても特別な楽曲になっているわけです。なんかそのエネルギーっていうものがその楽曲自体にも含まれてるんですよね。発売が9月なので、多分実際はもっと前に、制作自体はもう行われているとは思うんですけども、たまたま重なってるのもあって、よりこの楽曲に対する彼女たちの情熱っていうものがかなり濃く入ってるような楽曲になってる。それがやはりこう特別感として伝わってるんだなっていう感じがしましたね。今年の春に行われてるというか、年末から今年の春ぐらいに行われてる、ワールドツアー、韓国、アメリカ、日本かな、アメリカではソールドアウトですからね、即完売ですから。アジアのグループっていうものがどれだけアメリカっていうエンターテインメントの本場で受け入れられているかっていうところ、これから K-POP はやっぱりね、当分やっぱり目が離せないなという感じがします。 TWICE の話をしたからね、多分ね、これを聞いてね、同じくね TWICE ファンである ONCE の方はね、おいお前誰推しだというふうに言うかもしれない。私は基本的にね、箱推しなんですよ。ただ誰か一人あげろと言われるとね、いや本当に悩むね。いるの、候補はいるんです。いやダメだと、一人にしろって言うんだったらダヒョンですね。でも今猛烈な勢いで自分の中でいいねって思ってるのはチェヨンなんですよ。ダヒョンとチェヨン、ラップ担当の二人にもうかなりのめり込んでる、そんな
中年です。ということでね、3曲目はかなり熱く語っちゃったかもしれませんが、TWICE のフィールスペシャルを3曲目に選んでみました。でね、この3曲共通していることは女性なんですよ。でこれ私にとってはかなり珍しいんです。私子供の頃からなぜか知んないけど男の歌ばっかり聴いてるんですよ。だから女性の曲っていうのをあんまり聴くことがないんですけど、今年はね女性の曲ばっかり聴いてるんですよね。これがね自分にとってはちょっと嬉しいんです。ようやっとだと、お前と女性の曲聴くようになったんだね、そんなにっていう風なのがあってびっくりしたんです。それでね、この3曲以外に漏れてる楽曲もいくつかあるんだけどさ、当然全部女性なの。男性曲ほぼないんですよ。例えば佐藤萌歌さんのメルトビターとか、あとはケプラーのアップ、これ7月入ってからかなと思うんだけど、もうよく聞いていましたね。でケプラーのアップに関しては、さっきの水曜日のカンパネラにも通じてて、両方に共通するもの、特に水曜日のカンパネラのエジソンと共通するのはハウスサウンドかなと思ってます。ハウスサウンド好きなんですよ。裏メロがとにかく心地よくて、だから今年はね結構好きだなと思っているものをよく聞いていた感じがします、今まで以上に。いやー、今年の後半は一体どんな曲を聴くのか、聴き漁るのか分かりませんが、非常に楽しみな半年になりそうな気がいたします。そんなタイムトゥトゥワイスが止まらない系の、私が選んだ3曲紹介しました。今回は矢野康則が上半期に聴いた曲3選をお送りしました。矢野康則とラジオとなんですけど、エンディングです。最近ね夢見ることが増えてきてて、で細かなシチュエーションは違うんですけど大体の構図が似てる夢なんですよ。でどんな夢かっていうとさ、東京のねどこかっていうまでは分かんないけど23区内をなんか移動してる夢なんですよ。歩いたり走ったりするのだとなんか時間がもったいないなのか急いでるのか、レンタサイクルを使って移動するっていう夢を見るので、しかも夕方なのよ。でなんか大きい幹線道路沿い、下手すりゃなんか首都高みたいなのを走ってる時もあれば、高架線沿いを走ってる時もあったりとか、特にその夢の中で具体的なその看板を見たからとかそういうのではないんですけど、その脳内の中でこう刻みつけられてるもので言うと、なんか知んないけど練馬区っぽいんですよね。練馬区あたりをなんかねレンタサイクルでね走り回ってる夢を最近見るのよ。ちょっとね夢診断でもやってみようかなと思います。やろうか、今やってみようか。よし、じゃあちょっと調べてみよう。ね、どういうやつなんでしょうね、夢診断。はい、キーワード、自転車、走る、急ぐ、夕方、東京なんだよね。出てきました、読んでみましょう。自転車と走る、急ぐで、あとね夕方東京っていうのはどうやらキーワードから外れたっぽいので、3件で言うと、自転車、気分よく自転車に乗る夢ならスムーズにことが運ぶなど順調な生活が送れる。しかしうまく前に進まなかったりパンクしたりする夢はミスを犯したり思うような結果が出ず努力が報われないことを暗示している。なんかちょっと外れてますね。走る、歩んでいく人生を示します。爽快に走ってる夢なら気分、運気は上昇、順調な生活を送れそう。はい、しかし何かから逃れようとして走ったりうまく走れない。あー、じゃあどっちかって言ったら爽快なのかな。うん、で急ぐ、でも今急いでるっちゃ急いでるんだ。心に何か不安を抱えてる。あ、やば。結果はストレスを抱えているみたいです。はい、そんなストレスフルな人生を送っている系シンガーソングライターの矢野康則がお送りしました矢野康則とラジオとなんですけど、今回はこのあたりで失礼します。それではまた次回のラジオでお会いしましょう。さよなら。Thank you.